参りましょう。鬼とも月曜日。さあ、ここで今日のスペシャルゲストでございます。はい、吉川優さんです。イエーイ、はい、よろしくお願いします。まずですよ。行きましょう。今日張り切って挨拶の時に、はい、あのカカシの宣伝してくれるのは嬉しいんだけど、一番ヤバいタイトルから言うのやめてくれる。あ、すいません。まあ、あの男子はまあいいんですけど、女子がそれもアイドルが言っちゃいけない。いや、おすすめだって聞いたんで。おすすめなんだけど、はい、本当一人でこっそり聞いて。了解です。でね、本当ですよ。さあ、吉川優ちゃんでございます。二、は、十、い、歳になった太陽系アイドルですよ。二十歳。はい、ね、テレビや舞台、グラビア、さらには CM 出演など活躍の場を広げている。そしてナックファイブファミリーでもあります。そういうことでございますね。はい、番組ね、はい、やっておりますよね。10分ちょっとやらせてもらってます、はい、日曜日、ね、聞いてますよ噂は。うん、本当ですか。トーキングモンスターだって話を聞いてますよ。コーキング、トーキング、あ、トーキング喋る怪獣、なにコーキングモンスターって何逆に聞く、逆にトーク、いや、そう聞こえちゃったんです。さっき耳が悪くて、はい、大丈夫。なんか今あの耳たぶ引っ張ってたもんね。癖なの、耳たぶ引っ張るの。癖じゃないですよ。なんか耳たぶ引っ張ってた。本当ですか。無意識、あれ吹く耳ですね。どうですか。多分イヤホンしてるからだと思います。ヘッドホンだよそれ。あ、そうそうそう、イヤホンじゃねえよ。さっきイヤホンって言ったからじゃないですか。耳たぶ引っ張ってるの気になったんだけど、すごく吹く耳で、ブクブクでいい耳してるから、アイドル耳ですよ。あ、でもアイドル耳も、ね、そんな耳あるんですか。全然関心を示してないですね。すごい今あの持ち上げる方向に行ったんですけど、全然関心を示さない。アイドル耳に関しては全く反応ないです。そうですか。じゃあ皆さんは番組関連のツイート、シャープおにたま795のハッシュタグをつけてどうぞ。うん、はい、ということでこの番組、マイクの前でボーンって何か言いますと、シュキャンキャンってすぐ反応が返ってくるシステムになってるんですけどね。はいはいはい。なんかここでマイクの前でブルルルルってなんかなんか決めたいことだったり、はいはい、問いかけたいことだったり、はい、疑問だったりあったら教えてください。そうですね、二十歳になった私吉川優に、うん、おすすめしたいこと、やった方がいいこと、うん、ぜひ教えていただけたらなと思います。かゆいの腕、ちょっとかゆくなっちゃって真っ赤っかになってる。すいませんすいません。ちょっと爪の跡ついてる、爪の跡。すいません小学校の応接間か。小学生がいる応接間か。すいません、ね、そんな感じで、そんな感じ、趣味とか特技で何でもいいんで、次 ね、もし今、うん、私のプロフィール、うん、いつもコロコロ変わっちゃうんで、あ、なんかぜひね、そう、なんか趣味ちょいちょい変わるんでしょ。変わるらしいんですよ。特に今の趣味は何なんですか。今の趣味特技は、今の趣味ですか、うん、なんだろうな、難しいですね。うわ、今ネイル見たのに、ネイルって言うのかなと思って、ネイル見たから絶対ネイルって言うかなと思ったら違うの方向に行ったね。すいません、まあ、なんネイルですね。ネイルね、それでいいの。はい、いいですよ。今すごい適当に放り込んだね。すいません、ね、はい、特技は今の特技は、今の特技ですか、クロスワードかな。え、クロスワード、クロスワードパズル、クロスワードパズルやるの、はい、へー、すごい頭の体操。そうですの。それはじゃあ趣味でもある？趣味でもありますね、うん、じゃあクロスワードパズルの方がいいんじゃない？でも飽きちゃうんですよね。ね、きっとね。多分、ね、だ本当に今だけなんでしょ。今だけなんで。じゃあ二十歳になった、はい、吉川優ちゃんが、はい、やった方がいいこと、はい、教えてくれっていうことですよね。はい、わかりました。グリ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 左手、グリ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 右手も、グリグリグリ両手で、ドン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 、クリ、ドン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 、クリ、あ、乗っかっちゃったよ、ドン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 、乗っかっちゃったよこれ、ドン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 、クリ、キカちゃんね、あとはこうしてこうしてこうしてこう。こうしてチーンで、こうしてこうして、もぐ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 ドッグンドッグン、顔が真っ赤だぞおっさん。さということで面白い、キッカちゃんが最初のうちすげえポッカーンって見てたのに、そのままポッカーンするかなと思ったら思いっきり急に乗っかってきちゃった。いいですね、乗っかるんかい、ね、乗っかった方がね、乗っかった方がいい、はい、こういう場合はね乗っかりましょう。さあということでございましてですね、そんなキッカーゆうちゃんがですね、はい、4月11日にニューシングル「ここから始まるんだ」をリリースしました。はい、これはどんな曲ですか、ね、
はい、本当に今回の曲はですね、あの、うん、ニコニコ動画でも有名な、うん、あのスマイラーさんに作詞作曲していただいたんですけど、うん、本当にキラキラなポップチューンみたいな、チューンみたいな、ああ、はい、チューンみたいな、チューンみたいな、はい、ポップチューンですね、うんうん、ポップチューンみたいな、チューンみたいな、はい、こ、うん、んな感じで、そう、キラ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 したキックになって、ポップチューンに、でもそうだよね、すごい本当になんかアゲアゲのキラキラした感じね、ね、うん、だからこの時期ぴったりな感じで、ちょうどやっぱな、あの夏はね、こういうキラキラ系聴きたくなるよね。そうですよね、なんかまあまあバラードやね、うん、激しいロックもいいんですけれども、うん、このキラキラ系が欲しいなと思って探している方、うん、キッカーユーがいます。マジいます。キッカーユーいました。ここから始まるんだ、聞いてください。いやいや、そういうことです。え、曲紹介、いや、まだまだ曲いかないですね。まだ曲いかないね。あ、本当にまだいかない。ダメだ、あっけに取られちゃう。ダメよ。ちょっと今本当にあっけに取られた顔っていうね、本当典型的なあっけに取られた顔してましたよ、キッカーユー。どうぞ、うん、典型的なやつね、今度写真に押さえていいですか。いいですよ、本当に僕の心のアルバムに。マイビューティフォー、オッケー、ビューティフォー、ビューティフォー、ビューティフォー、あの言い方芸になってるんで。そうですね。ほんとさっきも言ってましたけれども、はいはいはい、吉川さんね、うん、趣味がすぐに変わるじゃないですか、はい、寝しやすく冷めやすいんですか。そうですね、何事も、うん、本当に、うん、なんここに書いてあるの、あのす最近ハマってすぐ飽きたの、卵ボーロって書いてあるんですか。はい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 、ハマったんだ。ハマったんですよ、駄菓子屋に行って、もう手に取って食べたんですけど。食べたことなかったの。ありますよ、 ありますけど、でも大人になって食べたら、まあ、久しぶりに食べたら美味しいなと思って、はい、子供頃の味がハマりました。ハマりました。どれくらいで飽きたでしょう。あのその一袋チェーン列になってるんです、チェーンになってるんですけど、縦の列でね、はいはいはい、列に、うん、あれがなくなったらもう飽きました。いやー、いい3日じゃん。そんなもん。そうですね、あのもう持って3日じゃん。3日ですね、3日も持たなかったけど。だからあの卵ボールと、はい、似たようなものをもう一列買えばよかったんですよ。例えばあのなんかイカくんみたいなやつ、よっちゃんイカみたいな、それで交互に食べればよかったんだよね。卵ボーロとイカか、合わなそうですよね。俺は交互は無理だ。交互無理、無理だ。交互無理。なんでイカ高いか。交互無理。今何か言おうとした。歴史の人物で交互をなんとかっていう人いませんでした。交互、東郷じゃない。あ、東郷か。おいや、オッケー、東道高虎とかじゃない。難しい方向に行っちゃったな。そうですね、そっからバックします。はい、ここから始まろう。見たら、うん、そんな中秋っぽいキッカちゃんが、うん、ウォーキングはすごく長く続いている。やってるんだ。あの最近はやってないんですけど。飽きちゃったよ。いや、この別に飽きてはない。もう飽きた。飽きてはないんです。飽きてはない。ただ、うん、あの嬉しいことにあんまりする時間もなく、あ、はい、忙しくてね。そうかそうか、はい、だってね、まあ朝やってんの。朝もう、はい、そうですね、朝、はい。え、今追加した。いや追加したでしょ。違います。朝って言えば爽やかな印象になると思ったでしょ。だって朝ドルですもん。朝ドル、朝ドルだよ、ね、オッケー、朝ドルだ、 だ、ね、そういうことをうまくつないだ。いやいやいや、どや顔できた。いやもう話が分散しちゃった。バッサー、まとまりかけた話がバッサーだと。今バッサーなこぼれちゃった。こぼれちゃったよ。拾い集めましょう。拾い集めんの、はい、どっから。いや、いろいろから。いろいろから、拾い集めましょうか。なんか趣味がすぐ変わるんだって。そうですね。そっから。本当に。ちょっと待って、そっから。そこから始まるんだ。逆にまた散らばった。うまい。今ちょっと。なんすか。いや、スルーしちゃった。ごめん。あ、そこから始まるんだ。ああ、うまいね。じゃあ曲いきますか。はい。じゃあ曲の紹介お願いします。はい、7月11日に発売になりました、私の4枚目のシングル、ここから始まるんだ。聞いてください。